今日のエンタメニュース一覧はこちら。どれも見逃せない最新情報、どこよりも早く映像でお届け。アイドルグループレブフロム DVL の橋本環奈さんが3日、主演映画セーラー服と機関銃卒業のジャパンプレミア特別試写会舞台挨拶に出席しました。橋本さんは超有名フレーズかいかんの一言の演技に大変苦労したそう。舞台挨拶には共演の武田鉄矢さんも同席しており、自分で気づいてないほどその頭で考えてたりとかすごいしてた時に、武田さんがもう好きにやっていいんだよっていう風に言ってくださって、リラックスできたというか。さすが先輩俳優の武田さん、演技力もアップした橋本さんの活躍に注目です。俳優の松田翔太さん、桐谷健太さん、菅田将暉さんと歌手の愛さんが3日、ももちゃん、うらちゃん、鬼ちゃんと豆なきナイトに出席しました。携帯キャリア au の三太郎シリーズの CM に出演していることで人気の3人、実はうらちゃんを演じる桐谷さん、このイベントの翌日が誕生日。と愛さんからバースデーソングのサプライズ、おめでとうございます。お笑いコンビピースが4日、ピース春山翔司新 CM 発表記者会見に出席しました。現在歌手川本誠さんとモデルの加藤紗里さんとの三角関係で世間を騒がせているピン芸人加納栄光さんについて、お二人は芸歴的には上なんですけど、加納君に加納さん、加納軍団入りませんかって加納ちゃんすごいモテるんだなと思いました。ポンコツの中で一番モテるんじゃないですかね、と加納さんのモテっぷりに嫉妬。そのポンコツさがモテる理由なんでしょうか。モデルで女優の中条あやみさんが4日、ハーゲンダッツ新アンバサダー就任発表&新商品試食会に出席。これまで女優の柴咲コウさんがプロモーションに携わっていたのですが、6日から始まる新 CM から中条さんにバトンタッチ。実は2月4日に誕生日を迎えた中条さん、ハーゲンダッツからサプライズで祝ってもらっちゃいました。19歳になった中条さんの目標は、成年になった時に恥ずかしくないようにたくさん勉強を今のうちにしておきたいなって思います。とてもストイックでプロ意識を感じますね。フリーアナウンサーの高島彩さんが4日、所属事務所を通じて第2子妊娠6ヶ月であることを発表しました。高島さんは人気デュオゆずの北川悠仁さんと2011年に結婚、2014年に初めてのお子さんが生まれています。高島さんは新しい家族を迎える準備をしながら、第一子の時とは違う慌ただしい日々を過ごしておりますと直筆でコメントを寄せました。以上今日の芸能ニュースでした。また明日。